真実。覚えたての愛しさは手紙の中書ききれず、あなたへ向けて押し寄せる。まだ言えない戸惑い、全てはこれから、いつでもこれから。 Now I'm ready to be ready for love。 クズカゴに捨てられた手紙。その朝、窓を開けると白い雪に覆われたキャンパスが飛び込んできました。青々とした芝生も歩道の石畳も、並木で区切られたキャンパスの境界線も、その先の大きなお屋敷も、小さな家も、教会も、何の区別もなく埋め尽くす雪。どこまでもどこまでも見渡す限り輝きに満ち溢れていました。この白い雪の上を歩く限り、私はどこへでも行けるような気がします。同じ白い雪の上でなら、誰でも同じように足を滑らせ、同じように寒さに首をすくめるからです。諸君、このジュディ・アボットの我が党よりという詩が校内誌の扉のページに掲載された。一年生の作品が扉のページに掲載されるのはこれが初めてだ。わしも嬉しい。すごいじゃないジュディ。ありがとう。さあジュディ、みんなに配ってくれんか。はいはい。ジュディ、足長おじさま、ジュディはやりました。ついにやったんです。私の書いた詩が認められたんです。個人出身の私の作品がお嬢様たちの作品よりも優れているんですって。こんな嬉しいことは他にありません。やっほー。校内誌をお送りしますので、ぜひお読みください。足長おじさま、今日はみんなでスケートをしました。ダリー行くわよ。私は少し練習しただけで一人で滑れるようになったのです。ダーリー見て見て、すごい罪。やだやだ。それから間もなく試験が始まります。私の勉強も順調ですのでご安心ください。追伸、この間お送りした校内誌はちゃんと届いたでしょうか。お読みいただけたのでしょうか。あ、来てる来てる、おばあさまからだわ。私もママからだわ。何かしら。ジュディ、あなたには来てないの。ええ。どうしたのかしらね。あなたの乗った校内誌送ったんじゃなかったの。おじさまは忙しいのよ。ジュディ待って。あっ。
何？ママがチョコレートと紅茶送ってきたの。一緒に食べない？いらない。チョコレートよ、ジュディ。欲しくないの。少し変よ。大丈夫？大丈夫よ。出てって。足長おじ様、悪いニュースです。私は数学の試験で落第点を取ってしまいました。ジュリア・ペンデルトン、満点です。決して遊んでばかりいたわけではないのですが。落第点を取った生徒のためにもう一度試験がありますから、どうぞお許しください。素敵。試験で満点を取ったご褒美に好きなものをプレゼントしてくれるって。まあ、何がいいかしら。ジュディ、お部屋に戻って一緒に紅茶でもどう？いらない、ジュディ。試験のことなら今度頑張ればいいって先生もおっしゃってたじゃないの。さあ一緒に。ほっといてよ。ジュディ。怒っているんだわ。落第点を取ったことを許してくれないんだわ。どうしたらいいの？お前も一人ぼっちなの？さあ、おいで。どうして逃げるの？おいで！さあ！待って！お姉ちゃん！
はみんなと一緒に行けないんです。いいですか、みんなとは違うんです。違うんです。お姉ちゃん、重要見事に聞きませんおめえこの同じ白い雪の上を行く限り、私はどこへでも行けるような気がします。雪の上でなら私もみんなと同じように。嘘よ、やっぱりみんなとは違うのよ。私はどうしたのジュディ、大変、すごい熱だわ。ジュディア、ミス・スローンを呼んできて。私が？早く、ジュディ、しっかりして。ジュディ、まったく、熱があるのに雪の中を散歩に出るなんて非常識です。前例がありません。いいですか、静かに寝てるんですよ。それでどうなんでしょうか。検査の結果を見なければ分かりませんが、肺炎を起こしている可能性も。とにかく安静に。 ありがとうございました。肺炎、それだけじゃない、こんな苦しいの初めてだもの。サリー、手紙来てた？ちゃんと見たの？そんなことより具合はどうなの？ジョン・スミス様、あなた様がこの私をどのようにお考えになっているか、やっと分かりました。あなた様はこの私のすることなど、少しも興味をお持ちにはならないのですね。あなた様は、あの嫌なジョン・グリア孤児院の運営委員の中でも、一番嫌な方に違いないと思います。なぜなら、あなた様が私に奨学金をくださったのは、単に義務的なお気持ちに過ぎないことを確信したからです。私はこれまで精一杯頑張って、あなた様のお気持ちに報いようと努力してきました。どうしてジュリーには手紙が来ないのかしら。わあ、素敵、パパからだわ。これ見てみて。わあ、羨ましい。校内誌に作品が載ったとき、本当に誇らしい気持ちだったのです。褒めて欲しかったんじゃないんです。ただ読んだか読まなかったか、それだけでも知りたかったんです。だってこの私がこうやってお話しできる家族はあなた様しかいなかったからです。それなのにあなた様は私の手紙など目も通しもせず、クズカゴに投げ入れているのでしょう。寒い。でも
うそんなことはどうでもよくなりつつあります。もうすぐあなた様に負担をおかけすることもなくなるのです。私は間もなく神に召されるのですから。事前に満ちた援助を受けていた孤児ジュディ・アボットより。眠ってんの？いいもの持ってきたわよ。欲しくないわ、具合が悪いの。あら、じゃあ送り返さなきゃ。送り返す？うん。あ、ジョン・スミス。おじさまからよ。サーリー、なんで早くそう言わないのよ。意地悪ね。された詩はなかなかの出来でした。一度ジュディの部屋の窓からその景色を眺めてみたくなりました。まあ、あれは創作なのに。いつもジュディの手紙には感心しています。具合はいかがですか？私のこと心配してるわ。勉強もいいですが、お体を大切にしてください、ジョン・スミス。やった！随分元気じゃなくて。もう大丈夫。おじさまからの手紙が来たんだもの。おたふく風邪なんかすぐ治るわ。おたふく風邪ですって？そうよ。嘘。いやよ、私まだかかってないのよ。私だって。足長おじさま、私の書いたあんな失礼な手紙に対して素晴らしいバラと心のこもったお手紙、ありがとうございました。おじさまの手紙がどれほど嬉しかったか想像もつかないでしょう。その一例として、病気はあっという間に治ったんですよ。やっほーどうかおじさま、この生意気で恩知らずのジュディ・アボットをお許しください。お願いします。追伸、数学の試験は無事休題しました。これからしなければならないことがあるので、今日はこの辺で失礼します。ジュディ・アボット。どうぞ。お家からお見舞いが届いたわよ。そう。
て。やったわがままで傲慢な大金持ちのドラ息子ジュリアのおじさまが訪ねてくるの。私が案内するなんてまっぴら。次回ジュリアのおじさまは変わり者、お楽しみに。Thank you.